マルク・マルケスは今シーズンからグレシーニでドゥカティのモト GP マシンを走らせる。2023年型のバイクを走らせることは以前から知られていたが、その中でも最終仕様になる可能性があるようだ。昨年10月にグレシーニ加入が発表されたマルケス。当初より、マルケスの使用するマシンは最新型ではなく、2023年仕様とされてきた。 そしドゥカティのゼネラルマネージャーを務めるジジダ・リーニャは、その2023年型の中でも最新アップデートが適用されたものではなく、ヨハン・ザルコ・プラマックが使用していたものになると明らかにしていた。ただ、そこからドゥカティが考えを変えた可能性がある。先日行われたグレシーニのチーム体制発表でマルケスは、マシーン仕様が2023年にフランチェスコ・バニャイア、ドゥカティ・ヤホルフェ・マルティン、プラマック、 が使っていたバイクと同じものになると示唆したのだ。マルケスはグレシーニの発表会の前、ルカティの本拠地を訪問していた。そこでダ・リーニャとどんな会話などをしたのかを尋ねられると、マルケスは次のように語った。ルカティへの訪問は、儀礼的な訪問というよりも、技術的にも行う必要があった。バイクは2023年型で、ペッコ、バニャイア、とマルティンが仕上げたのと同じものだ。 そこから僕ら僕がスタートするそして必要ならその年に起こるすべてのことに対応できる。僕の仕事は最大限の結果を得ることだ。さっきも言ったけど僕はドゥカティから常に愛情を感じてきた。そうじゃなければこの一歩は踏み出さなかった。グレシーニで走るけれどドゥカティに乗るんだからね。ダッデーニャも常に僕のことをとてもよく扱ってくれたよ。 ルカティを訪問したことでダピーニャが考えを翻したのかどうかはまだ確かめられていないが、2月に始まるプレシーズンテストなどを通じてマルケスの使うマシンの発揮